こう渡るオーナークレッションシーズン1、4回戦の後半が始まります。おーしゃーしゃーしゃーですね、まあ、後半戦といえど、はいはい、1日で撮ってるんで僕は風邪ですよ知ってますよでしょうね。そうです。この番組のルールは、全10回をワンシーズンとして毎回女性ライターさんにゲストとして来ていただき、パチンコパチスロで出玉対決をする番組です。僕がゲストライターさんに勝ったらプラス1ポイント獲得することができ、5ポイント獲得でなんと費用は番組持ちでライブを行うことができるらしいです。ただし負けた場合はマイナス1ポイントになり、さらにゲストライターさんからきついお仕置きが待っています。そして、5ポイント獲得できない場合はさらに番組からきついお仕置きが待っているということです。ということですね、まあ、前回の振り返りを軽く、うん、はい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 、ルパンのラストゴールドを打ってで旗取り引いて確変16ラウンド1回で、はい、まあ、2箱くらい出ましたね。今飲まれております。おっで私はちょっともう通常時で追加投資に入っちゃうんで、はい、これからってところなんですけど、一方ちょっと渡さんがね、そうですね、僕はもう最後の最後でずっとね出てて出てなくてわーってなってたんですけど、最後16引いてから今からゴールデンタイムが始まる。いやそうなんですよ、まあ、今からですね、まあ、ね、僕の方がちょっとチャンスかなっていう、チャンスかな、まあいい勝負ではありますけど ね、 そうですね、今多分投資の玉で考えたら同じぐらい、同じぐらい、ね、まあでも負けません。いやこちらこそ、負けません。玉と玉のぶつかり合い、玉と玉の、はい、玉と玉、玉はないです私。いやめっちゃ指差してる、はい、玉と玉一個あげましょう。あ、じゃあ玉と玉の、あ、そうですね、はい、じゃあ1個もらえるなら、いやいいんですよ。じゃあ後半戦に行きたいと思います。わお何唐突で分かんなかったですはい、はい、じゃあ後半戦、はいはい、やっていきましょう。はい、じゃあ渡るさんのちょっと見て、ちょっと見て、それから移動します。渡るさん当たるかもしれないですよ。あ、ちょっと見るだけってことですか。ちょっと、もう横で見てるってこと。横で見てます、一瞬少しだけ消費をなくすパターンですねじゃあ行きます。ちょっとやだよちょっと不安になりますよね。ちょっと不安になりますね。やばいな、やばいっすよなんか何も起こる気配ないですもんねほら悪化してきちゃってる体調が不安に耐えきれなくなってる。お願いしますよ。嘘でしょ。終わるのか。ボタンプッシュで開く。あーない、あーライオン、はい、お疲れでーすじゃあちょっと私、いい勝負になったのでちょっと自分らしい立ち回りで探してきます。ちょっともう全然なんかもうもうダメですよ、もう俺今真っ白っすどうしよう。よし、はい、大移動してまいりました、ジューシーハニー2打っていきたいと思います。少し前の台ですけれども、まだそんなにね渡るさんと差がついてないということなので、まあ、ここはライトミドルで様子を見つつ、ただ ST に入っちゃえばオール16ラウンドで、しかもねあのロング ST なので、まあ大きな出玉にも期待できるんじゃないかなという作戦もございます。はい、まあ、まずは打っていきますか。まあ、わずかですが持ち玉もあるので、この持ち玉で当たるってことはね、まあ、あったらいいけど、ドーンドーン、あー、ドドドーン、来たよ、ドッキンゾーン、いきなりまあいっぱいカードを貯めましょう。まあ、貯まるほどチャンスですけど、まあ、大体11個とかなのかな。はい、ドッチュンドッチュン、残り3回、あと2回です。
2つ、はい、あ1回、あこれでやっぱ11個、はい、これで8点ですね。はい、ワンナイトリーチ、まあリーチ的にはもう大チャンスです。ただ今のところ鳴らないものやつ絡んでないんで、ここから余軍、あと1個しました。はい、アートフラッシュで1個、もう1個欲しい、もう1個くれば、まあ、66%、まだ33%なんでちょっと弱いかな。もう当たってくれてもいいけどね。マナちゃんお願いします。いてください。あ、どうだ、あやあ、さくらマナちゃんからの成田優子が反射して映っちゃいましたね、ごめんなさいね。はい、ちょ半分ぐらいあったんですけどなくなっちゃったんで移動しようかなと思います。いやーちょっとチャンスを生かせなかったんで、まあなんか次で巻き返していこうと思います。ちょっとまあ何言うとかいろいろ回ったんですけど、これ出してないですよね多分まだこの番組で。だからちょっとリベンジしようかなって思います、北斗無双で。まあ結構現実味もあるし、こいつでドカンと一発ウェイツって感じ。マジでこの番組入ってからっていうか始まってから北斗無双一回も当たってないんじゃないですかね多分。出た出た、お、落ちた。続け。いやー、いや、ティッシュ持ってきればよかったな。お、落ちた。あらま、まあでも青いっすよね。はい、うおー、取った、マジかびっくりした。マジ青で、まあ、一撃当選だったけど当たるとは思わなかった。やった、びっくりした、ちょっと元気出ましたわ。何ですけどね、こっからっすわ。え、じゃあ当たったんですよね、マジか。あ、まあ最初ケンシロウっすね。さあここ重要だよ。お、あるか、いやきついかな。本当に言うたよ。行くよ、いいよ、行け行け。これパンちゃん、おーどうす。おっしゃー、来たー。へへ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 へ
え、ひょっとして当たりました、引き戻した、やば、やばすぎる。そうなってくると話が違うな。よっしゃ行くぞマジで。いやでも結局、まあ、こう一人で打ってると寂しくなっちゃうんですよね。だから今度セコンド、そのいいよって言われたらセコンド連れてこようかな。うちのギターのやつとか連れてきていいですかね。ダメかな、うん、多分面白いですよ。あ、それあちゅうよとか言って、あ、そうなのっつってもうちょっとか。おい、おほほほ、おほほ、よし、おし、やっば、マジでやっば。え、もう初めてっすよ。写真撮ろう。おー、はい、おい、おお、おお、おしゃーざっす。あー、からの、おい、あだす、やったー、おボーナス。渡るさんが新北斗無双で当たったということなので、本気で出されたときに追いつけそうにないのでちょっと移動します。はい、はい、それでは移動してまいりました、AKB48 3です。はい、いやもう一発ブスアタッカーぶち込んで小当たりと2400で増やしましょう。はい、もうそれしかない。じゃあ打っていきます。あ、え、赤連射ボタン、赤、え、ゼブラ、ゼブラ、今文字ゼブラでしたよね。ちょっと見間違いか心配になるレベルのリーチなんですけど。あ、で、はいはいはい、ライブゾーン、待って、打ち始めて6回転、これで当たったら6回転よ。移動して、はい、こうやって、で、実写 SP ね。あー、もうこれで超絶超絶 SP いきますね。サプライズコンサート来い、あ、来たー来ました。しかもさっきのゼブラだったなら、4大撃破するのこれ2つ、超絶とか来ればもう大当たりですよ。もう多分でもこの時点でなんかもう当たりそうな気がします。はい、カットイン赤、ボタン赤、白でも大丈夫でしょう。はい、よーし、来た6回転マジか。ワンプッシュで当たりました。移動して500円しか使ってないです。かっこいい。おお、怖っ。よく耐えれるな。
こえるか。おっしゃい、もうノリノリっすよ。はい、大丈夫だろう。よし、あらす、あらす、あらす。私もおたー7320。まあでもまずまず増やせたんじゃないでしょうか。割とまあ本当はあのさっきのルパンがねもう一発か二発ぐらい来てくれてればよかったんですけどね。まあすぐ移動してすぐ当たってくれたんで全然嬉しいですけど。はい、あーこれは開かない。いやー参った、通常でしたね。うわー当たり早かったんだけど、マジかー。はい、500円で当たったものの一旦100回終わりました。一応これだけ出玉が出ましたけど、いや悔しいね、これ生かしたかったな。ちょっと、はい、何やってくれてるんですか。何がですか。やめてくださいよ。ちょっと出たんすさっき。ちょっとな最後並ぼうかなと。ああぜひぜひ。2、3、4箱か。あ、映ったかもしれない。あ、これダメだ。ちょっと医療費に3泊いるわ。え、ここどうしたんですか。いや、渡辺さん、私ちょっと風邪映ったかもしれない。映ったっすか。はい、これ多分ね、病院行かないといけないんで、ちょっと3泊くれます。そんなしますね、多分ね、ダメなの。あ、もう、あ、ほ、ほ、これダメだ。あ、やばいやばい、明日も収録あるのいけない。 やばい。あー、誰か4泊持ってんだよな。3玉、はい、いらないよ、3玉の。泣きますよ、3玉を軽く見ると3玉に泣きます。もういいです、じゃあ5箱出します。私5箱、はい、そうですね、それが一番。お、超絶超絶、ちょっと、おっと、あ、でもハロウィンナイトなんで弱いですか、うん、あ、赤今弱い。まあ保留も赤ではあるんですけれども、なるほど、まあ、40% もないぐらい。だから赤ブーストは割とチャンス、お、 50% ぐらいあります。あ、じゃあワンチャンあるってことですか。はい、だここカット緑だと赤、あともうボタン赤ならいけるかもって感じです。白どうだ。はい、お、当たった。マジかよ。え、嘘でしょ。すいません、やめて。ごめんなさい、当たっちゃった。ありやす、本当になんか来てますね。来てる。え、だって移動して何回転ですか。移動して何回目。もうすぐですよね、割と。すぐですね。まだ全然減ってないしね。やった、早っ。多分50回転持つか打たないかぐらいじゃないですか。打ってないかもしれないですね、 もしかしたら。で、はい、渡辺さん、これ今どっちかわからない状態ですね、さっきのルパンみたいに。あ、そうなの。
あ、今4ラウンドだったんですけど、はい、そう企画編だったら、まあ、また次回も当たりますし、通常の可能性もある。そしたら100回転の時短ですね。お、なんだ、え、お、ちょっと待って、ウーファーブースト発動してるじゃないですか。あ、え、熱い、ボタン赤、しかも押し面スキル発動してますね。というとで、こじはるなんで AKB のリーチにしますね。なるほど、SP に。おい、超絶ウーハーが、ちょっとこれで超絶カットインとかで出られるとやばいっすか。私は嫌だなっていう。あ、緑、あ、うん、おい、あ、残念、危ない。からのなんか、まあまあそんな急がないでくださいよゆっくりと。私も当たったんですよ、実は。あ、そうなんですよ。座って5回転で当たったんです。お、すげえ。通常だったんですよ。じゃあ同じことが起きてるかもしれない。そうそうそう、同じ道をたどってくれないかなとは思ってますなるべく違う道をたどりたいあ、あ、それね、扉が開けば。うわ、すごい。確変だったら扉開きます。よし、開け。通常だったらそのまま落ちます。あ、はい、私と同じ道を辿ってくれました。そう。お、Are you ready? お、熱狂。熱狂ライブゾーン行ってんじゃないですか。ちょっと待って。抜けて2回転。やめてやめて。はい、それさっき言ったの4大激アツの一つです。あ、やった。で、しかもその後、あの、こじはるのいるグループ超絶 SP に行くんで。はいはい、そのリーチ自体もまあまあ、これワンチャンあるってことですね。全然熱いってことですね。じゃあ熱いです。なんならそれ当たるんじゃないかと思って。あ、これ当たっちゃうんすか。いや、熱狂ライブゾーンで AKB のグループ超絶 SP ですね。マジか。あ、4、 4、星4つ、あ、紫、ネクスト。あ、なんか来た。え、おい、うわー、赤じゃないですか。ほら、もしや当たってしまう。おし、ミラーボール。あー、ほ、それ私当たるんじゃないかって思ってます。あ、僕、あー、よかったよくはないですよ。でもね、これ保留が残ってたら怖いですよ。あ、よかったよかった。あ、危なー。あ、めちゃ熱いの外してしまった。スロー。おーし、いきなり赤、赤保留です。いけ、ゼブラになれ。あー、かと思いきやチケット2枚ですよね。あれれれ、これ私ラストチャンスかもしれない。ちょっとあるんじゃないですか、ね、ここ決めたい。まっきり言ってこれ逃したら実戦終了な感じですよ。嘘、はい、やだ、絶対当てたい。サプライズコンサートに行ってほしいですけどね。はい、あー、フォーチュンクッキー。よしよしよし、いいいい、今までここまでは順調。ちょっと持ってるし、お願い。いや、まあまあまあ、いいいいいい、ボタンいいよ。金来い、金、さあお願いします。よし、オッケー、オッケー、シャッター、ラストチャンス射止めました。ありがとうございます。で、ちょっと渡さん、はい、さっきの3玉貸してくれないですか。いいですよ後で返します。いいよ、4玉にして返すから3玉貸して3玉。これは僕が風邪をひいてるのあれなんで風邪の、ね、迷惑料で。じゃあ3玉で、3玉いただいてもいい。どうぞどうぞ。よかったよかった、じゃあもらったんで。危なかった、上皿もうなかったんで。審議ですね。よし、じゃあちょっと僕は一足先に。え、終わる。もう僕打つ権利ないですもんね。あ、まあ今通常時ですもんね。そうなんですよ。じゃあ私はこのままどっちかわからないんで消化します。あの、まあ、よくよく考えたら、はい、最後まで一緒にいたら勝敗分かっちゃってるっていう。あ、そっかそっか、ことがある。なるほど、わかりました。ちょっと先に待ってます。 OK です。はい、よっ、あ、フラインゲットチャンス。いやー、揃って揃って揃ってくれれば
終わったり、しかもブーストアタッカー、はい、7、どうでしょう、嘘ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、え、本当揃っちゃった、揃っちゃったよ、16ラウンド、いっちゃいました、これは一気に逆転の大大大チャンスでございます。はい、さあ待ってました、ここからはブーストアタッカーモード、シャッターが閉じなければ永遠に続きます。よーし、こっからは私のハマりスキル見せちゃうぞー。今言ったところだからね、ちょっと待って、今言ったところだよ、今カメラの前で宣言しちゃったから、あまりスキル見せるって開け、あーい、ちょっと待って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 、おいおいおい、一回落ち着こう、一回落ち着こう、いや開く、開くと信じて右打ちするよ、準備しとく、開きます開きます、はい開いた、嘘でしょ、8回転ちょっと待って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 、あれ、うわー、せめてもう1回16引きたかった、マジか、いや16とはよそも100ぐらいはめたかったな、いや参った、実戦終了、いやー、お疲れ様でした、お疲れ様ですいやー、どうでしたか、はい、いやいや激戦でしたね、後半もね、激戦でしたよね、いろいろあります、当たり引きましたしね、はい、結構前半も接戦で、はいはいはい、接戦でした、え、ちなみに初当たり何回引きました、後半、後半は初当たりは2回ですかね、2回、私も2回です、おっしゃこれはまあちょっと分かんない、最後の最後隣で座ったじゃないですか、座りましたね、であの後、はい、当てられて、当てました、あ、僕じゃあもう行くんで言って見なかったんですよね、ちょっと分かんないんで、はい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 、まあじゃあ早速結果の方、そうですね、行きますか、じゃあ渡るさんからにします、はい、僕から行きますか、はい、僕は、投資が、15,500円、はい、で回収が24,000円、おうおうおう、でプラスが、8500円です、あーなるほど、おっと怖いね、その反応怖いですね、はいはい、それね私が読んでた通りぐらいですね、あ本当ですか、はい、予想の通りです、え結構打ってましたよね、僕消えてから、消えてから打ってましたよ、でしかも確変でした、おっとはい、じゃあ結果の方を発表してよろしいですか、はい、どうぞ、総投資が19,000円でございました、で、まあ、投資は僕よりはいかれてますね、そうですね、はい、ただあの後当たって、はい、ブーストアタッカーモード入りました、16ラウンド引きました、はい、はい、回収が2840玉、収支1910玉、マイナスです、マイナスですか、マイナスだわ、つまりつまりつまり、どうぞどうぞ、わたるさんの勝ちです、うぃいやもうそれはもうしょうがないわ、いやでもよかった、僕初めてなんですよ、あそうなんですか、そのプラスで勝つの、はいはいはい、そうマイナスで勝った、記念すべき、マイナスで負けたりしてた、マイナスで負けたりマイナスで勝ったりしてたんですけど、はいはい、記念すべき初プラスです、あ、はいはい、ちょっとそこはでも映ってたらあれですよ、いやそしたら今マイナスの分確実に成長しますから、ありがとうございます、はい、逃げます、いやー飛びます、やられた、あのあと、はい、すぐ小当たり終わっちゃったんですよ、実はあら、じゃあもう一回引いてたらプラスになって、はい、かつ小当たりも伸ばしてたら多分同じぐらいまでいけたと思うんですけど、いやでも僕3玉あげたんでそこにそうですね、はい、3玉いただきました、3玉を渡したの、いや、ま、ってことなんで、はい、ちょっと僕勝っちゃったんで、あのあれですね、おねだりがあ、おねだりあります、はい、広めてもらうっていう、あ、はい、なるほど、はい、簡単ですよね、だって、はい、だってお尻の穴以外なら何でも OK、もちろん、まあ、おねだりって言うからどうしよう、俺の嫁になるとか言ったらどうしようかと思っちゃって、やだもうやだなんだそんなんでいいのまあそれだったらお尻の穴も NG じゃないですか、はいはい、NG それ OK になっちゃうそれはダメ、あそうそうそうね、はい、そうね、ちょっと やめましょうやめましょうはい、ということでですね、この番組が、はい、公開されたら、はい、この番組の宣伝と、うん、
僕のツイッターのフォローと、あー、はいはいはい、僕バンドやってます、はい、バジリアントマトってバンドやってます、バジリアントマトさん、後日 CD をお渡しするんで、はい、僕たちを広めてください。なるほど、はい、わかりました。これ3つありますけど、はい、一括りにしたら1個なんで、あー、はい、広めるっていう作業で、広める、はい、わかりました。大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です、はい、すげえ普通に大丈夫です、はい、はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ、はい、僕の罰ゲームが毎度恒例のがあるんで、あ、罰ゲーム、今日罰ゲームありますよね。ない、え、ない、今日ないですか。欲しがっちゃってんじゃないですか。毎回やってるんですもん、勝っても負けても。え、え、今日ないんですか。今日風、風だから、風だからいいですよ、やんなくて。なんか変な気持ちですね。ちょっとやりたく、うずうずしちゃってるんですね。うずうずしちゃった。すいません、最後に一つ、はい、一個宣伝してもいいですか。はい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 。はい、こちらなんですけど、ちょっといつも、まあ今日も使わせてもらった、実際に使わせてもらっている将軍田畑先生さんの、はい、YouTube チャンネルがあるってことなので、この番組見た皆様もよかったらこちらのチャンネルチェックしてみてください、うん、まあ、ちょっと宣伝挟んだんですけども、改めてまあちゃんとみんなにバイバイして終わりましょう。そうですね、はい、僕今日ちょっと本当にいいんですか、本当に罰ゲームなくていいですか。はい、欲しい、欲しい、欲しいんですね。じゃあ元気になったら2倍3倍やっておけばいいんじゃないですか。あ、確かに次回ね、怖いですねそれは。だからこの間テープだったんですよ、はい、バリバリ、あー、あれ痛いですよね。それ全方向に巻かれるみたいな。あ、いいんじゃないですか、一番濃い部分にやってもらうから、ね、そうですね、一番濃い部分。いや、ド M だな、この人。 S だと思ってたけど、ド M だわ。ド M っす。ド M っす。ド M っす。まあ、わかりませんが。はい、今回も、見てくれてありがとうございました、はい、また次回もお楽しみに。失礼します。バイバイ。